日記水日記水は日本の清涼飲料水の一つ。シナモンの香料を用いた飲料水であり、昭和時代の駄菓子や前世紀に当時の子供たちに人気を博した。製造元は大阪府大阪市宮古島区の清涼飲料水メーカー畑高専など、純粋にシナモン香料、甘味料、酸味料、着色料を加えて作られる。 当初はシナモンの皮を炊いて汁を絞っていたが、後には香料での製法が主流となっている。また、色を赤、緑、黄色に染めるために合成着色料を用いており、畑高専では一時は、口なしなどの天然着色料を用いたこともあったが、色が薄いとの不評から合成着色料に戻したという。合成着色による鮮烈な色、花をつくシナモンの香り、 舌や喉の奥がヒリヒリとし、飲み終えた後もしばらく麻痺に似たしびれが残るほどの刺激が特徴。子供が飲み干すには刺激が強すぎるため少しずつ舐めながら楽しみ、飲み終わった後は着色料で赤や緑に染まった舌を見せ、子供同士で笑う場面が定番であったという。氷炭の実に似た独特の形のガラス瓶も特徴であり、 昭和20年代から30年代の縁日の屋台には鮮やかな色のこの瓶が並べられていた。高子や前世期には子供たちの夏の飲み物としてラムネ、未完水と並ぶ定番商品であった。シナモンは生薬として健維、発汗、下熱作用もあることから夏向きの飲み物だったとの解釈もある。平成期でも製造を行っているのは畑光線を含めて3。 4件であり、21世紀以降でも、旗高専では年間に40万から50万本の製造が行われている。特に四国、九州で人気があり、中でも赤が断然トップの売れ行きだという。シナモンスティックやシナモンパウダーを用いれば、家庭で作ることも可能であり、書籍でも製法が紹介されている。ありがとうございます。